日本酒の原料となる酒米を佐賀大学が開発しています。今年その酒米を使った初めての酒造りが始まりました。木山町の酒蔵では今年も日本酒の仕込みが進んでいます。今年は佐賀の酒米を使った新しい酒の仕込みも始まっています。企画したのはチーム佐賀酒。佐賀の酒の普及を目指しておよそ2年前に設立された団体で、県内の日本酒愛好家やソムリエなどで構成されています。コロナ禍において蔵が作った酒が売れないという非常に厳しい状況になっているわけですね。特にこう日本酒の部分だけを取ってみると、佐賀の酒を元気つけようと。このプロジェクトの鍵を握るパートナーが佐賀大学です。今回の日本酒作りで使うのは佐賀大学が開発している酒米です。佐賀県では日本酒を醸造している酒蔵さんが結構ありまして、でそういったところでは、主に山田錦を使っています。でなるべくその佐賀県で作ったような、品種というのを、使ってもらいたいなというのもありまして、この酒米の開発というのを行っています。酒米として有名な山田錦、県内でも栽培されていますが、台風が接近することが多い佐賀では山田錦のある特徴が栽培を難しくしています。背が高い特徴を持っているため、収穫するときに非常に倒れやすいような特性を持っています。でその特性を改良したような酒米系統を、開発する目的で、背が低い霊峰という品種を交雑して、でそれを用いて、佐賀の環境に適したような、酒米系統。佐賀での栽培のしやすさに加え、美味しい酒ができる米でないと酒造会社から使ってもらえません。藤田准教授の研究グループが目をつけたのが酒米の心拍という部分です。粒の中に見える白い部分、この心拍こそが美味しい日本酒を作る上で重要な役割を果たします。お酒を仕込む時の麹菌が増えやすい箇所になりまして、でこの心拍の発現率が高ければ高いほど麹菌が増えやすくて、より美味しいお酒ができる傾向があります。佐賀で栽培しやすく心拍が多い酒米の開発、佐賀大学は6年以上前から研究していて、藤田准教授をはじめ学生や技術員に受け継がれてきました。去年はおよそ70種類の稲を栽培し、400サンプル以上の米の心拍発現率を分析するなど、ようやく地道な研究の成果が現れつつあります。この心拍が出ているかどうかっていうのを数えていくんですけれども、その数えていく過程で自分の目を使って一つ一つ数えていくので、時間と労力がかかって大変でした。データをもう出していくと、どんどん酒米のその心拍の発現率だったり、粒の大きさだったりするのが良くなってくるのが、その目に見えて分かるのはすごい、やってて達成感があるなというふうに。酒米は去年およそ700キロが収穫され、そのうち500キロが今回のプロジェクトに提供されました。その酒米を使った酒造りが先月から始まりました。酒造りをするのは紀宝鶴などで知られる木山町の酒造会社、木山商店です。で、それぐらいでポンポンポンと普段食べるこう米に比べると粒が大きくて、心拍っていうものもしっかり入ってて、見た目はなんかちょっとこう期待できるのかなという気はしております。こちらは日本酒の元となる酒母です。蒸した米に麹菌を混ぜ発酵させています。
現在はこの酒母をもとに大きなタンクで発酵させる仕込みの段階。タンクの中でおよそ1ヶ月じっくり発酵させ、もろみができるとようやく初搾りを迎えます。お米だけ注目してみると、まあ、比較的しっかりこう味わいがあってうまみのあるそういうお酒になるんじゃないかなとは想像してます。うちらしさ出しながらしっかりうまみのあるみんなが楽しんで飲めるようなお酒になればいいかなと思っております。日本酒の名前は小さな森に決まりました。4号瓶およそ1000本分ができる見通しで、初搾りは来月上旬頃を予定しています。佐賀県の農家さんに実際に作ってもらえない酒米を開発できればと考えています。佐賀大学で開発したような酒米品種というのを広げていきたいと考えています。日本酒の好きな人たちから愛され、それから佐賀県の人たちから嫌いと、でそれがこうスタートになって、そしてやっぱり国内で海外と一つの佐賀ブランドとしてね、それが引いては地域の地場産業の応援とか佐賀村の応援とか、そういうのにつながれば